ネオスキッズ TV。 ここにチャンネル登録ボタンがあるんだぜ。これもこれも押してくれたらいいね。どうしよう。暗い顔してどうしたんだぜ。さっきゾンビ映画を見たんだ。それで学校でゾンビが出たらどうしようって想像したら怖くなった。そんなことありえないんだぜ。わからないじゃん。だったらこのゲームで予習するんだぜ。なるほど、それなら対策できるね。みんな無事に脱出できるか予想してほしいぜ。無事に脱出できたらいいねボタンを押してくれるといいね。いいね、ネオスキッズ TV。 無事学校に到着だぜ。ここからゾンビとのサバイバルが始まるんだね。うわぁ、いきなりゾンビがいる。もうすぐそこまで迫ってるんだぜ。オイラの脱出劇が始まるんだぜ。でも入り口や窓は閉鎖されてるよ。どうやって出よう。学校内を探索して逃げる手段を探すんだぜ。こんなところにまでゾンビが。きっと学校内に入った後にゾンビになった人たちだぜ。かわいそうだけどどうしようもない。オイラもゾンビの仲間にならないよう気をつけるんだぜ。早速失敗してる。今のはちょっと油断しただけだぜ。そうだ、このロッカーの上に乗れば安全に渡れるんだぜ。って落ちたんだぜ。連続で失敗してる。犬ガンマン、このままじゃ生き残れない。こんなはずじゃなかったんだぜ。保護着せずに進むんだぜ。それにしてもどうしてゾンビが出ちゃったんだろう。きっと悪い会社がゾンビウイルスを広めたんだぜ。もしそうならその会社をとっちめないと。またゾンビがいるんだぜ。もう本当に後がないって感じだぜ。あ、しまったぜ。また失敗してる。犬ガンマン、もしかしてゾンビが怖いの？そんなわけないんだぜ。ゲームのゾンビを怖がるわけがないぜ。動揺しすぎ。これは先が思いやられる。うるさいんだぜ。オイラはちっとも怖くないぜ。この部屋出口がないみたい。どこから出ればいいんだろう。ゾンビがすぐそこに来てるんだぜ。きっと秘密の出口があるんだぜ。ゾンビが見逃しそうな場所を探せばいいはずだぜ。やったぜ、秘密の出口発見だぜ。いいねいいね、どんどん進もう。なんだかこういうところって秘密の通路って感じでワクワクする。わかるぜ。なんだかちょっとテンションが上がってきたぜ。今ならできる気がするぜ。トン、滑ってる。どうするの。犬ガンマンヘッドスピンだぜ。すごい。目が回ったんだぜ。何やってるの。あの技は反動が大きいから封印だぜ。学校に溶岩が流れてる。さすがはゾンビから生徒を守っている学校だぜ。普通じゃないんだぜ。タコもこんな学校通ってみたい。オイラは毎日疲れそうだから嫌なんだぜ。教室みたいな場所に出たね。どうやらこのボタンを押さなきゃいけないみたいだぜ。でもなんか怪しいぜ。ボタンは押すためにあるんだ。わかったぜ。ポチッと行くぜ。お、落ちたんだぜ。次のステージに着いたみたい。で、ここ本当に学校？なんだか不気味な場所だぜ。お菓子がいっぱい。最高の場所だ。タコはもう少し危機感を持った方がいいぜ。どの色が正解の道なんだぜ。こういう時は直感を信じるんだ。だったらオイラは赤色を選ぶぜ。違ったんだぜ。メルヘンなステージなのに無慈悲。見た目に騙されちゃダメってことだぜ。チョコレートが浮き出てるよ。食べたい。待つんだぜ。このチョコレートに触ったらアウトだぜ。なんてすごい罠なんだ。引っかかるのはターコだけだと思うぜ。ペロペロキャンディーの上を歩くなんてなんか贅沢な気分。確かに普通じゃありえないことだぜ。いつか歩けるくらい大きなキャンディーを食べてみたい。甘くて食べきれないと思うぜ。学校に戻ってきたぜ。もっとあの場所にいたかったな。早く行かないとゾンビに追いつかれるんだぜ。そうだね、生きるために先へ進もう。あ、犬ガンマン、窓にゾンビが。
オイラは何も見てないぜ。必死に目をそらしてる。な、何も見えてないんだぜ。うわぁ、とうとうゾンビが中に入ってるんだぜ。捕まらないように気をつけて。なかなか前に進めないんだぜ。道が開いたよ、今だ。やったぜ、ゾンビを出し抜いたんだぜ。いいねいいね。柵の向こうにいるゾンビなんて怖くないぜ。さっきまで怖がってたくせに。そんなことないんだぜ。学校の外はすっかりゾンビだらけなんだぜ。タコ、あんな風にはなりたくない。オイラだってごめんだぜ。絶対に脱出するんだぜ。あれ、この部屋何もないんだぜ。また秘密の通路を見つける感じかな。でも道みたいな場所はないし。こういう時は壁を調べられるんだぜ。やっぱり隠された道を発見だぜ。ここは図書館みたい。本がたくさんある。タコが好きな漫画は置いてないかな。ないと思うぜ。というか読んでる時間もないんだぜ。って、なんで図書館に刃物があるんだぜ。その先にゾンビもいる。これは一筋縄ではいかないようだぜ。気合を入れて進もう。行ったそばから失敗。犬ガンマン緊張しすぎじゃない。うわー、オイラに怖いものはないぜ。恥ずかしさからすごいスピードが出てる。ここからが問題だぜ。慎重に進もう。オイラに任せるんだぜ。すごい、次々にクリアしてる。オイラは怖くもなんともないぜ。大声でごまかしてる。でもこれなら超えられそう。やったぜ、オイラに不可能はないぜ。次はどんなステージかな。なんだか学校っていうより研究所って感じがするぜ。そうだね。って、レーザー？本当にどんな学校なんだぜ。でも実際にゾンビから身を守るにはこれくらい必要かもしれないぜ。うちにはレーザーつけてもらおうか。絶対にやめた方がいいぜ。無事に学校から出られたんだぜ。あとは逃げ切るだけだね。でもかなり液体が入り込んできてるぜ。でもきっとゴールはもうすぐ。ここが正念場だ。この電信柱を渡って先に進むしかないぜ。感電しないように気をつけないと。ゾンビも嫌だけど感電して真っ黒焦げも絶対に嫌なんだぜ。やったぜ、渡り切ったぜ。見て、お家があるよ。人もいるんだぜ。オイラたち無事に脱出できたんだぜ。これだけ高い壁があればゾンビたちも入ってこれない。オイラたちの完全勝利なんだぜ。やっぱしバッチリ決まったぜ。はっきり言って面白いね。ネオスキッズ TV、 今日のゲームはこれ、ロブロックスエスケープザゾンビスクールオビーだぜ。これで学校にゾンビが出てきても問題なく動けるはずだぜ。そうだね、準備さえすれば怖いものなし。でもやっぱり絶対に必要なものがあるよね。一体なんだぜ。ズバリ体力。ゾンビからでも楽々逃げられるようにしないと。というわけで今から体を鍛えよう。まずは50キロマラソンだ。50キロ？おいらも一緒に走るのかだぜ。手を離すんだぜ。ネオスキッズ TV、 ここにチャンネル登録ボタンがあるんだぜ。これもこれも押してくれたらいいね。